生き残るためには素早く動けまあ、まさにそうですよねでも別の側面から言うとあの G っていうのは嫌われますよね <laughs> 昔ねこんなクイズがあったんですよもし次に生まれ変わるとしたら何になりたい次の3つから選ぶならなめくじ、カエル、ゴキブリなんですよどれも嫌だなーと思ったんですけども そこでねある人がこういう回答したのがちょっと今思い出されましたそれは生まれ変わるならゴキブリになりたいって言ったんですよでその理由はって聞いたらゴキブリは人に嫌われるんだけど空を飛べるからねって言ったんですよなんかいい印象だなぁと私は思ったんですよさあここで何が言いたいかってことなんですけども物事にはメリットとデメリットがあるんですよねで 強調したい部分を後半に持っていくとだいたいそっちのイメージが残るんですよ。ゴキブリは空飛ぶけど気持ち悪いよねって言ったら気持ち悪い印象が残ります。でも先ほどの回答みたいにゴキブリって人に嫌られるけど空飛べるもんねっていうふうに言うとねなんかちょっと <laughs> 空飛べていいなみたいなね生まれ変わるなら空を飛ぶそういった生き物になるのもいいかなって思わせてまあゴキブリのね 嫌なイメージがちょっっと薄らいじゃったりすするんですよつまりはプロモーションのやり方とか営業のやり方のこれがヒントなんですよね。確かにこういうデメリットあるんだけどもこんな感じにこれからなっていけますよとかね。確かに FX やビジネスは大変だけどもお金を自由に手に入れられるんだったらこういうふうになりますよっていうふうに話すんですよ。これがだから大型プレゼンのやり方じゃないですかね。でも逆に 何かをやめさせようと思ったらね確かに当たれば儲かるけどでもそうじゃなかったらどうする将来のこと考えてるのって <laughs> みかけるとやめようかなみたいになっちゃうんですよね、うんまあ、だからねなんか考えがこう行き詰まっちゃう人ってこの順番変えてみたらいいんじゃないかなと思うんですよ何かも自分の目標を持った時に目標達成されたらバラ色だけどできなくなったらこうだよねみたいなねって考えるのか できなかったらこれだけどもでもできるようになったらこうだよねっていうふうに考えていくのか順番入れ替えるだけで全然ね印象が変わってくるのがまあなんかねモチベーションを高めるも落とすもその順番一つなのかなと思いますよね、えー、では今回は順ということでしたいってらっしゃい